はいどうも、ナクリスタです。さあ今日も始まりましたよ。どうですかこの商店街、なんかディープな匂いがしますね。はい、さて今日はですね、どこに来ているんでしょうか。はい、行きますよ。あ、ちょっと看板がちらっと見えた。行きます。はい、あ、ここね、改札です。はい、今日はですね、ここです。ちゃんと JR 鶴橋駅、はい、JR 鶴橋駅に来ております。大阪ですよ、大阪、ここね。はい、JR 大阪駅ですね。そこで、環状線に乗り換えて、しばらくね、外回り、環状線外回りに乗って、どれぐらいかな、15分ぐらいですかね、電車乗って、着く駅です、ここ。はい、鶴橋駅、ここね、大阪でもね、結構ね、ディープな街といいますか、何でも揃ってる大阪、ね、まさにその一つと言えるんじゃないですかね。もう何でもありますよ、はい、新しいところからディープなところまで何でも揃っています。はい、鶴橋はね、焼肉で有名ですね。焼肉屋さんがたくさんあるんですよね。あの駅前周辺にもね、もうゴロゴロありますよ。はい、そして有名なのはコリアンタウンかな。コリアンタウンもあったり、いや本当ね、楽しい街ですよここね。はい、ザ大阪っていう感じがしますよ。はい、いやぜひね、ディープなものもね、楽しみたいと思う人はですね、ぜひですね、この鶴橋遊びに来ていただいたらいいんじゃないのかなというふうに思います。はい、いやほんとすごいな今、私動画ね、回し始めあったじゃないですかね。ああいうね、ちょっとディープな雰囲気の場所もあれば、こんなね、まあ街ですよ本当にね。もうね、いろいろありすぎて大変っていうねいや遊び尽くそうと思ったらね、もうここ鶴橋だけでもね1日足りないですよ。はい、もう、あ、そうでも大阪といえばね、食い倒れの街って呼ばれるんですけど、まさにこの地はね、食い倒れ、って言ってもいいんじゃないですか。もうあれ食べたい、これ食べたい、もう食べたいものだらけみたいなねいやそんなね街ですよ。もうちょっと歩けばあれ食べたい、ちょっと歩けばねこれも食べたいってね思える、そんな街ですよ。はい、もう日本のものからね、海外のものまで何でも揃ってるいや本当そんな感じなので、いや面白いですよ鶴橋ね。いやいや、あー、ここ最近ね、同じ場所ですよ、5日間ですかね、連続同じ場所でね、私、動画撮ってましたよね。なので今日ね、ちょっとねテンション上がってますよ。あ、久しぶりにちょっと遠方だったので、もう5時台のねまあ5時台後半ですけどの電車に揺られですね、ここまでねやっとたどり着いたという感じですよ。なので、ね、今日ね、いやなんか楽しくて、やっぱね、この気分ってやっぱね重要ですよね、気分ね。こっちかな、こっち行こう。あ、桜咲いてる、こっち行こう。いやすごいですね、やっぱり大阪、私が住んでる町と違ってね、すごいですよ。これ何ですか、これ、これ美容室じゃないですか、これめちゃめちゃでかいですよ。オフィスビルの1階みたいな、こう、いや規模が半端ないですよね。いやー、わー、桜ほら、わー、アップ、あれ今何押したんだろう、なんか押しちゃった、大丈夫、撮れてます
いや、桜綺麗ですね。朝日も、朝日が、いや、大阪テンション上がるな。あ、テンション上がるといえばね、今日なんですけど、今日の仕事ね、あの、私大好きな人がね、来るんですよ。来るって言い方変かな。大好きな人とね、仕事なんですね。はい、なので、あの、余計ね、なんかこう仕事行く前からですよ。楽しくて。いや、いいな。いや、仕事の内容はね、もうね、オーダー見てね、びっくりしましたよ。もう、もう荷揚げ屋さん、ザ荷揚げ屋みたいなね。そんなオーダーがね、入っていまして、そこだけ見るともうね、きついですよ、はっきり言って。もう明日マジですかみたいなね。それ行くんですかみたいなね。自分の体が持つのかなって、ちょっと心配になりそうなね、オーダーなんですけど、でもね、大好きな人とね、仕事ができると思うと、全然気分違いますよ。やってやるぜみたいなね。そして、そのきつい仕事もね、楽しくやってのけてやるぞみたいなね、そんな感じですよ。はい、いや、だからね、気分ってね、ほんとね、重要だなって思うんですよね。あー、なんか明日マジかーみたいな、じゃなくって、えらーみたいなね。何これ、でかっ。なんかテレビドラマに出てきそうな、でっかい病院ありますよ、大阪赤十字病院。でかー。ちょっと見ます。ほらほら、でかいな。何もかもがでかい。いや、さっきのディープのところはちっちゃい店がね、いっぱい連なって、るんですけどね。まあでも、ちっちゃいのも集まればでかくなりますよね。なんだかよくわからないこと言ってるな。いやー、大阪、あ、そういや、昨日ね、あの、風の話したじゃないですか。風、今日は大阪府、大阪市ですよ。はい、だからやっぱりね、ここもね、特別な地ですよ。私はね、昨日、京都、特別な地を、地って、あの、地じゃないですよ。血液の地じゃないですよ。特別な地、土地ね、そこにね、また今日も来れたっていうね、なんかすごくないですか。嬉しいですね。あ、なんだこの花、黄色い花、綺麗な。いや、いいですね、こう街中にね、緑が至る所にあるっていうのも素敵だな。単なるね、ビルディングだけじゃないですよ。いやー、これこのまま帰るの嫌だな。早く仕事を終わらせて、終わるのかな。いやー、でもなんかちょっとこの鶴橋ね、あの、うろうろですよ、して帰りたい、そんな街ですよ。あんなディープなところもあると思えば、マンション群ですよ、ここ。そして一棟はタワーマンション建ってる、すごい。いやー、タワーマンション早く住みたいですよね。私30階ぐらいの、上の方ですよね、上層階にね、ちょっと 2,3 年でいいんで住みたいなって思ってるんですよね。それ、あ、誰か住みなって言ってくれません。そら無理か。いいよ、 2,3 年ならとかね。あ、ダメか。あ、渡ろう。あー、でもこっち側来ると結構街ですね。私ね、今どちらかというと、西の方向いて、西の方ですね、向いて歩いてるんですけど、こちらに来るとそんなにこうディープな
感じしないですね。もうタワーマンションっていうんですかね、ビルたくさんあります。なので鶴橋ですね、おディープな大阪ですよ。楽しもうと思えば、私がいたところのね、JR 沿線とか、逆東側ですね、そちらに行ったらね、先ほど言ったねコリアンタウンとかもあるので、ぜひね楽しんでいただきたいなというふうに思います。この辺はでももしかしたらおしゃれなねカフェとかあったりするのかな、なんかありそうな雰囲気にですよね、こういう感じになると。だからちょっと調べたらね出てくるかもしれませんね。あ、また桜咲いてる、いいですね。今もうどこ行ってもほら桜満開、桜花見行けてない人、私のこの動画でお花見してくださいちょっと長めに写しておきましょうか、はいね、そしたらここで、はいはい、ここで画像止めてお花見、私の顔見ながらねお花見してください死ねーよって死ねーよって突っ込まれそうだな。あいやでもね、あれどこ過ぎた時かな、環状線乗り換えてすぐなんですけど、川渡るんですね電車で、その川沿いにもうずーっとね桜がもう今日満開で、もうピンク色でしたよ川沿いが。いやいいなーって、あそこ歩いて帰りたいなーって思いましたよ。はい、いやピンクね、私ね男でね、こんなねひげ面の男ですよ。でもねピンク色がね好きなんですよ。ピンクなんかもう無条件にこうテンション上がる感じっていうか、なんかもうねいいイメージしか出てこないっていう、このピンク色が大好きで、はい、いやだからね桜好きですね、はい。あ、ドンキホーテある、でかっ。ドンキホーテちょっとぐるっと回ります。ドンキホーテ、あ、眩しい朝日が、ほらドンキホーテでかっ。あー、どんどんどんドンキドンキホーテですよ、はいもっと真面目に歌いましょうか、振り付きで振り知りませんけどいやこれなんだわかんない。いやとにかくですね今日は楽しいやっぱねこの知らない街、あ、ちなみにあれですよ、鶴橋の駅でね降りたのは、あ、いや初めてじゃないな、一回あるあんま覚えてませんけど、一回、いや2回かな、ありますね、あったあった、はいありましたなんか初めてじゃないです。でもね、いつもはこう、まあ、来るといえばね、まあ、遊びであったりとか、まあ、ちょっとね幻聴ですよね、何か調べ物をしにね来たりとかすることが多いので、こうやってね、まあ、こういう場所ですよ、うろうろするのはね初めてですよ。やっぱりね、あっちこっち行けるっていいですね今日は超しんどい過酷な、ね、現場ですけど、はい、もうすぐね、あ、今日3名です、私含めて3名で仕事するので、あと2名ね、どちらの人も好きな方ですよ、その方とね一緒に仕事ができるっていうのはねもう楽しみで仕方がない、うん、いやだからねおそらくねワイワイ言いながら、ま、節度を保ってですよワイワイ言いながらねおそらく仕事をするかなというふうに思いますよ、はい。あ、上等カレーがある、私ねカレー大好きなんですよ、自称ねカレー王子ですよ私、もうね最後の晩餐はカレーって決めてるんですよね私、それぐらいカレーが好き、はい。上等カレー、ここ美味しいですよ、はーい、いやー嬉しいな、お昼空いてるかな、ここまで
食べに行きたいな。いやー、1900、あ、見えてませんよね。福島上等カレー550円、新数1983年、すごっ。あ、これね、福島ってね、福島県じゃないと思いますよ、おそらく。大阪って福島っていうね、大阪駅より一つ西に福島っていうね地があるんですよ。あ、ちょっとこれ眩しいな、これ、だから多分そこの福島の地名じゃないかなと思うんですよね。はい。あ、いい香りしてきた。お腹すいた。昼ここまでちょっとダッシュで、多分この近所なんですよ。ちょっとどれか分かんないですけど、ちょっとこう動画止めたらね、また調べますよ。はい。なので今日はね、これたらですよ、ここまで猛ダッシュでねカレー食べに行きたいなと思います。550円、安いですよね、さすが大阪。大盛りにしたらいくらになるのかな、分かんないですけど。はい、ということで、まあ、今日ね、気分大事ですよっていう、あ、もう話むちゃくちゃなってるか分かりませんよね。はい、いや気分ってすごい大事っていうね、ことが言いたかっただけです。それだけでね、もう目覚めも違うっていうね。電車に乗っている時の気分も違うっていうね。はい、ということは現場入る時の気分も違うっていうことですよ。はい、なので、もう本当ね、気分重要だなって思います。はい、だからやっぱね、楽しく入れる、そしてね、こう穏やかな気持ちでね、こう日々ね暮らせるっていいなって思うんですよね。はい、ということで今日はね、この私の大好きなカレーですよ。まあ、上等カレーも好きですけど、まあ、カレー王子ですからね、カレー屋さんの前でね、今日はね締めたいと思いますよ。はい、それではね、今日もね夕方までしっかり頑張っていきたいなと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。